トライアヌス、マルクス・ウルピウス・ネルーア・トライアヌス・アウグストス、ラテン語、53年9月18日から117年8月8日は、ローマ帝国の皇帝、在位、98年から117年で、ネルーア・アントニノス朝の第二代皇帝である。文部の両面でラツワンを振るい、帝国内の公共施設の強化と領土の拡大に、成功した。特に対外面では、ダキア・パルティアで功績をげ、 ローマ帝国史上最大の半島を現出した。イタリア本土出身者でない、初の属州生まれの皇帝でもある。それまでは、首都ローマを含むイタリア本土出身者の最上流貴族しか皇帝に選ばれたことはなかった。トラヤノスは、同時代から現在に至るまで優れた君主として、尊敬を受けるローマ皇帝であり、後世の君主たちからも称えられた。 古代末期から中世にかけてのキリスト教師館でも、この名声は維持され、近代においてもギボンが、ご検定の一人として、彼を称賛している。トラヤノスは53年9月18日、ヒスパニア・バエティカ族州の植民地イタリカに住む、元老院議員、マルクストラヤノス、同盟の子として生まれた。南ヒスパニアと呼ばれ、現在のアンダルシア地方と、ほぼ重なる同地は、 全俗州でも最もローマ化の進んだ地域であった。中でもイタリカ市は特にその傾向が強く、イタリア本土からの移民者が主体の都市であった。トラヤヌス家もイタリア本土に祖先を持つ由緒正しい、古きローマ人の家系であったが、俗州初の皇帝という表現によって俗州民の血を引いていると誤解される場合も多い。なお、トラアヌスはパトリキでもなかったが、 これは、初代皇帝アウグストゥスも同様である。トラヤノス家は、ウルピウス氏族に属する一族で、父は先に述べた通り、元老院議席を持つ、上流貴族である。トラヤヌス自身も後に、ウルピウス氏族が誇りとする祖先の一人となった。イタリカ氏は、ウルピウス氏族にとって、バエディカにおける、根拠地として機能していた。彼らは、紀元前世紀頃からイタリへの入植を、 開始したが、これは、イタリア本土出身者が、主導権を握るとし出ることの証明でもある。青年期を迎えるとトラヤヌスは軍団への参加を、通じて、政治的キャリアを築き始め、各地を転戦する日々を送る。父が、シリア総督として現地に赴任した74年、トラヤヌスもトリブヌスミリトム、幕僚として派遣された記録が残っている。76年には、クアエストル、 財務官、84年には、プラエトル、法務官に就任している。86年には、ヒスパニアタラコネンシス属州に第7軍団ゲミナの、レガトゥスレギオニス、軍団長として駐留するなど、フラビウス長時代に立身出世を果たした。ライン側防衛の指揮官であった上、ゲルマニア属州総督が、第14軍団ゲミナと、第21軍団、ラパクスを率いて、 ドミティアヌスに対して反旗を翻すと、その鎮圧に功績を挙げた。明確に歴史の表舞台に立つのは、91年の、コンスル、執政官就任に伴うローマ外戦時で、シリア族州から建築家ダマスクスのアポロトロスを連れて、帰国した。96年、ドミティアヌス暗殺によってフラウィウス・アサが断絶すると、元老院の指示をまとめた。 古参貴族の元動委員議員ネルーアが皇帝に即位した。子息を持たず高齢であったネルーアは当初はシリア族州総徳のマルクス・コルネリウス・ニグリヌス、クリアティウス・マテルヌスを選んだと考えられているが、九十七年に結局は後継者としてトライアヌスを指名した。軍の支持を集めるトライアヌスの指名をプライトリアにこの絵体に強要され、跳ねのけることができなかったためとされる。 ローマ皇帝軍像は、この時、トラヤノスの、獣、オイハドリアノスが重要な役割を演じたと主張している。翌年に、ネルーアが二年足らずの治世で病没すると、あらかじめ養子縁組を結んで、ネルーア家の家督を継いでいったトラヤノスが即位した。実質的に、ネルーア帝が中継ぎに終わったことに加えて、軍の指示もあり、定位は円滑に継承された。トラヌスの即位は、 民衆からも概ね好意的に受け止められた。トラヤヌス自身もドミティアヌスが支持を失った原因である強圧的な統治を極力避け、温暖な統治を心がけた。具体的にはドミティアヌス時代に不当な理由で投獄されていた囚人を解放し、また同じくドミティアヌスが没収していた私有財産を元の所有者に返還した。これらの政策は ネルーア時代からすでに行われていたが、トラヤノスもドミティアヌスの知性を否定する路線を継承した。こうした行為はドミティアヌスと敵対した元老院からも絶賛され、オプティムス、アプテマス、至高のという名誉称号を与えられる一員にもなった。トラヤヌスの名声は二度にわたる歴史的な戦勝によって記憶されているが、その片方が、 ダキア地方への遠征と併合である。以前から土着住民の国家であるダキア王国の属国化が試みられていたが、ローマ側はドミティアヌス時代にダキア王デケバルスの軍勢に大敗を喫し、最終的に賠償金を支払って撤退するという屈辱的な和平を結ばされた経験があった。それ以来、勢いを得たダキア王国は勢力を拡大し続け、逆に、 ローマ側の領土を侵略するまでに至っていた。トラヤノスは、ダキア王国へ申請し、決着をつけることを決意した。101年、一度目の遠征で3月から5月に、かけて、ダキア軍との初戦に勝利して、トラヤノスと遠征軍は、ダキア領内に、共闘法を形成した。続いてトナウ川を渡過すると、タッパイに陣を敷いていた、ダキア軍と大規模な海戦が発生。 第二次タッパへの戦い。戦いは途中でダキア軍が撤収したことで、遠征軍の勝利となった。遠征軍は損害を受けていたが、トライアヌス帝は兵を休憩させながら、後方より、さらに援軍を呼び寄せて、戦力を補強した。対するダキア軍側も、戦力を再編する機会を逃さず、冬の間にドナウ川下流で大規模な反撃を、行った。しかし、遠征軍はこれを尻 翌年の戦いを経て、ダキア王、デケバルスはトライアヌスに降伏。勝利によって、ローマに凱旋したトライアヌスは、元老院から、ダキクスマキシムス、ダシカスマキシマス。最大のダキア征服者の称号を与えられ、トライアヌスのトロフィーが建設された。しかし解放されたデケバルスは、反乱軍を組織して立ち上がり、105年にローマ領へ侵攻した。年、トライアヌスは、 ダマスクスのアポロドロスに命じてドナウ川を渡過するための大橋を建設させ、南、ダキアに再度申請した。第二次ダキア戦争は、激しい攻防戦の末に、ダキア王国のとサルミゼゲトサレギアが陥落して、終結した。デケバルスは逃亡したものの追い詰められた末に自害に、及び遺体から切り落とされた首が、元動院議場の前にさらされた。戦後、 ダキア属州となった旧ダキア王国領には大規模な植民行為が行われた。破壊された王と跡には植民主ウルピアトライアナサルミゼゲトゥサが根拠地として建設された。合わせてドナウ川防衛の要である鉄門付近の強化も行われ、トライアヌス教は当時最高水準の建築技術を駆使して建設されている。また鉄門を中心とした運河の整備も行われたとの 記録が残っている。ダキアの均衡開発は、ローマ帝国にとっての新しい財源として、国を飛ばせ、ローマ市では、勝利を祝って、トロフィーに続いて記念柱、トライアノスの記念柱が建設された。記念柱とトロフィーは、断片的な記録しか残っていないダキア遠征の資料として、後世に戦いの経過を伝えている。ダキア戦争と同時期、 ローマの衛星国ナバテア王国の君主が病没した。トラヤノスはこの機会を逃さず、ナバテア王国を併合して、アラビアペトラエア族州として編入したとみられるが、詳しい経緯や方法は記録されていない。わずかにわかっているのは、エジプトで発見されたパピルス式の報告書に、107年にローマ軍の一部がナバテア王国のトペトラ周辺に出兵したとの記録のみある。 107年からの7年間、トライアヌスは市民の皇帝として振る舞い、民衆からの人気の維持に努めた。新たに公共建造物、記念碑などを建設したが、その多くは、その地である、イタリア本土と、生まれ故郷であるバエティカに集中した。とりわけ、ローマ市内の記念柱とトライアヌスのフォルム、そして、トライアヌスの市場が知られているが、 それ以外にも各地に外線門を設置した。また、トラヤナ街道や、新トラヤナ街道などのインフラ整備にも努めた。経済政策では、デナリウス銀貨の切り下げを行い、銀の含有量を93.5%から89%に下げた。ダキア戦争で収奪された、金銀財宝と関連すると思われる、この切り下げで、大量のデナリウス銀貨を鋳造する結果となった。 娯楽面では3ヶ月間にわたって大規模な検討儀大会をコロッセウムで開催して民衆の関心を買おうとした。500万人の観客を動員したこの競技によって1万千名の奴隷が殺害されたと伝えられる。奴隷たちへの過酷な政策の一方、ローマ市民に対してはそれまでの古事救済政策、アリメンタを正式化してダキや戦争で収奪した資金を投じて、 個人院建設を増進させた。しかし、この政策にどのような目的があったのかは現代でも議論の対象であり、事前活動というよりは市民名簿の管理を徹底するのが本題だったのではないかとされる場合が多いが、純粋に福祉政策であったとする意見もある。また、元老院議員の資産の3分の1をイタリア本土へ投資することを定めた。 晩年となる113年、トライアノスは新たな戦争に乗り出した。東の大国パルティアのオスロエス一世が両国の干渉地帯であるアルメニア王国に傀儡君主パルタマシリスを建てると、トライアノスはこれを自身の即位15周年記念祭への侮辱行為とした。アルメニアは東方俗州における 陸路貿易、海路貿易を独占する上で重要な戦略拠点と考えられており、一部の歴史学者は戦争の根本的原因はアルメニアをめぐる権益争いであったと推測している。歴史家カッシウスではさらなる名声の獲得を目的とした個人的野心によるものであったと主張しているが、そのような見方は主流ではない。現代では東方属州北部における パルティアの影響力拡大を、とりあえずは防ぎたいという程度の遠征であったろうと、みなされている。113年中に、ハドリアノスによって、アンティオキアで編成された、遠征軍3個軍団、第3軍団、ガリカ、第3軍団、キュレナイカ、第10軍団、フレテンシスは、114年の春を待って、進軍を開始する。道中、経由した、地の軍団と流し、 第四軍団、スキュティカ、第六軍団、フェラタ、第十二軍団、フルミナタ、第十六軍団、フラウィア・フィルマが戦列に加わった。さらに、アルメニアとの国境にある都市、サタラでは、ドナウガー方面の急行軍団から送られた、文献隊も到着。計十七個軍団、総兵力約八万の軍用となった。遠征軍は、大きな問題もなく、 アルメニア領内に侵入し、トラヤノスは、同国西部の都市、エレゲーアにてパルタマシリスの大意と共に、アルメニア族州の樹立を宣言した。パルタマシリスがローマへの護送中に暗殺される一方、トラヤノスは、アルメニア全土の制圧を支持。114年末までに、各地の要衝が抑えられ、ローマ帝国の支配下に入った。並行して、 国会近辺の諸勢力との交渉や調整も行われた。以後の展開については、詳しい記録が残っていないため明確ではないが、おそらくは115年万春にパルティア北部へ進軍したとみられる。同年夏には北、メソポタミアを東西から攻撃する作戦が展開された。東側では、ルシウス・クイエトゥースが活躍し、アディアベネ王を破って、 ニビススなどの重要都市を占領した。西側ではトライアヌスがパルティアの続国を切り崩し、エデッサやシンガラ、ドゥラエウロポスなどが門を開いた。115年末には元老院に報告を行っているため、同年中にメソポタミア北部の複属は実現したものと思われる。これらを含むメソポタミア属州を設置したことが記念通貨などからわかっている。116年。 この年の遠征軍は三方面に分かれて進行した。東側の部隊はティグリス側を越え、前年に引き続きアディアベネ領を攻めた。アディアベネの都にノスやアルベラなどを順次攻略し、アッシリア属州として併合された。中央の部隊はティグリス側西岸を南下し、バビュロンまで府を進めた。パルティアは内部構想で分裂状態にあったため、 この部隊はほとんど抵抗に合わなかった。トライアヌス自身は西側の部隊を率いてユーフラテス川沿いに南進。セレウキア特定資本の北の両大河の間隔が狭くなっている地点で船をユーフラテス川からティグリス川へと陸上を通って渡らせた。この移行は363年のペルシア遠征時にユリアヌスが利用している。百十六年夏準備が整うと まず、ティグリス川西岸のセレウキアを陥落させ、ついで対岸のクテシフォンを無抵抗のうちに占領した。その後も、ティグリス川、川口まで、いくつか都市を占領した。前年に、元老院より送られていた、パルティクス、パーサカス、パルティアの征服者の称号も、これ以降に名乗るようになる。ついに、ペルシア湾に到達したトラヤヌスは、 湾岸周辺を治めるカラケネ王国のカラクススパシヌ王と手を結んだ。カラクススパシヌはローマの元老院へ送った書状の中で彼がインドに向かったアレクサンドロスよりも年老いていることだけは残念に思うと評している。しかしながらトライアノスの遠征事業はペルシア湾周辺で切り上げられ本国へと帰還を開始した。パルティアにはローマで教育を受けた王帝。 パルタマスパテスを傀来君主として立てることで決着としたが、パルティアはもはやこれに抗う術を持たなかった。しかし、直後の117年から征服地で反乱が相次ぐ。アルメニアではオスロエス一世の老いサナトルケスが亡命政権を樹立した。ユダヤ教徒の大規模な反乱も数百年ぶりに勃発し、その騒乱の中、 メソポタミア族州総督が戦死した。メソポタミア北部では、ルシウス・クイエトゥスが、直ちに西ビスなどの重要都市を抑え、南方では、トライアノスの部隊が、セレウキアとクテシンを再度制圧するなど、部分的には、鎮圧に成功したが、反乱は収まらなかった。メソポタミアの維持が困難となったローマ軍は大きく、後退し、ドゥラ・エウロポスなどの百十五年に占領した地域の一部まで、 失った。トライアヌスはアンティオキアまで退き、再度メソポタミアへ、攻勢に出る計画を策定し始めたが、健康状態が悪化したためそれも、実現不可能となった。病状が悪化し続けたトライアヌスは、イタリア本土へ戻ろうと海軍を呼び寄せたが、その間にも痩せ衰えていった。この時期に作られた彼の制度性の共像は、この衰えを反映した風貌になっている。8月9日、 キリキア族州のセリヌスに到着した直後に病死した。本国で後継者や遺言を残す前に死んだことから後継者争いが危惧されたが、トライアノスはハドリアヌスを後継者に指名したと皇后ポンペアが証言した。ハドリアヌスは皇帝に即位すると、直ちに維持に莫大な兵力や予算がかかっていたアルメニア、メソポタミア、アッシリアの三属族州の放棄を宣言した。 パルタマスパテスをパルティアとの干渉地帯をスロエネの王都市パルティアとの和睦を進めた。トライアノスの重心としてパルティア戦争に功績があったルシウスクイエトゥスはこの東方俗州の放棄に反対したことで処刑された。俗州放棄の決定はこのように軍を除いて帝国内で大きな騒動につながることもなくローマがトライアノスの進めた。 大遠征を維持するだけの余裕を出ないことを示した。ただし、ダキアはそのまま、ローマ帝国の領内に留め置かれ、帝国繁栄に寄与することになる。一族と親しい間柄であった貴族、ルキウス・ポンペウスの娘と結婚する。両者に、子女はなかった。トラヤノスは呪、追い、ハドリアヌスほど露骨でなかった者の,の同性愛思考を持っていたため、これと関連づける論者もいる。 しかし基本的に結婚生活は問題はなく、むしろ非常に仲睦つまじい夫婦であったという。トライアヌスには姉ウルピア・マルキアナがおり、子う設けなかったトライアヌスに対して、マルキアナは、長女サロニナ・マティティアを通じて、トライアヌス家の血筋を女系という形で後世に残した。トライアヌスが建築した建物は、ほとんどが、お抱えの建築家ダマスクスのアポロドロスに任されている。 同時代には褒め称えられる君主の多くが、後世においては、敵厳しい批判を受けるのに対して、トライアヌスは、没後も称賛を受ける数少ない人物である。トライアヌスが皇帝として成し遂げた軍事的成果、さらには人柄についても、古来から称賛する行為に満ちている。プリニュスもそうしたトライアヌスを褒めたたえた、同時代の歴史家の一人であり、君主としての能力だけでなく、 人物としても善良だったと記録している。トラヤノスの領土的野心を指摘したカッシウスディオも皇帝としての能力と威厳については高く評価し、また個人として公平な人物であったと述べている。後代のローマ皇帝もフェリキオル、アウグスト・メディオル・トラヤノと賛辞を送っている。こうした傾向は驚くべきことに中世のキリスト教師官においても維持され、 彼らからすれば異教徒の君主であったにもかかわらず、むしろトライアヌス神話が形成されているのである。中世後期に成立した神話集レゲンダーウレアは他のローマ皇帝を批判する一方、トライアヌスについては教皇グレゴリウス一世の時代、神の許しを得て復活したトライアヌスの魂は教会によって洗礼を受けたとまで主張している。 これに先駆ける形で古代末期のキリスト教の神学者トマス・アクイナスは良き異教徒の筆頭例としてトライアノスを挙げている。ルネサンス時代に古代ローマの再評価が本格化するとますますトライアノスへの称賛は高まっていく。当時の君主たちは偉大な君主としてトライアノスを敬まい憧れを抱いた。現代ではトライアヌスに征服されたダキアに起源を持つルーマニアは トライアノスに率いられた兵士や植民者の末裔に貴族心を持つのが主流となっており、同じくローマの支配を受けた元族州の各地域が征服前の先住民族に貴族心を求めるのとは対照的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。